サッカークルディスタン代表は、クルディスタン地域のサッカーのナショナルチームである。クルディスタン代表は、FIFA 及び、AFC に加盟していないため、ワールドカップ、AFC アジアカップに参加できない。クルディスタンサッカー協会は、2006年6月に、NF ボードの会議に、客員参加し、NF ボードのメンバーになっている。また2013年に発足した、コンネファ会員でもある。 クルディスタン代表は、イラクの U-23 代表と親善試合を行ったが、0から3で敗れた。2012年のパレスチナインターナショナルカップで、A 代表と初めて試合を行い、モーリタニアに3-1で、初勝利を挙げ、共に W 杯出場経験のあるインドネシアに1-1、チュニジアに1-2と大検討した。2014年に開催された。 コンネファワールドフットボールカップでは、応援も含めて、熱く激しいチームで、全員テクニックがあり、戦い方も統一されていて、レベルが高かった。グループリーグで、アラメアスリオエに1から2で敗れたものの、タミル・イーラムに9の0と圧勝。しかし決勝トーナメント初戦で、エラン・バニンに1から1で敗れ、順位決定戦1回戦では、オクシタニアに2から2と勝利するも、 順位決定戦2回戦でパダーニャニ1から1と赤敗し6位で大会を終えた。ありがとうございます。